体から真っ二つに半分割れてます。本当も。どうも、サイキックちゃんです。本日はマイクラ肝試し2015年の海が最初割れるところからオープニングが始まるみたいなところなんで、そこに関して見えたもんがあったんで、詳細記録として動画として残させてもらおうと思います。よろしくお願いいたします。まず、海が割れるところに、まあ、妖怪なのかな？何なのかって言ったら、まあ、精霊とか妖精とかの方に近い、ムカっていう存在がいらっしゃるんですね。まあ、その人はどういう人かっていうと、海を割ったりできる人や存在とか、超常現象的なものに付き従う精霊さんやと思ってもらったんですけど、まあ、身体的特徴として、まあ、結納みたいな髪の毛をしていて、その人がね、毎回毎回オープニング、海を割られるんですけど、その人も、体から真っ二つに半分割れてます。本当もう、メリメリメリって開脚したらいいんですけど、その人動けないんですよね。だから、毎回毎回ちょっと、もりもりメリメリと割れちゃってます。はい。ムカさん的には、まあ、穴恨めしやって感じなんですけど、根本には、まあ別に栄養みたいな感覚があるから、そんな、まあひどいことにはなっとらんけど、まあそういう存在も、そのマイクラ肝試し2015年当時にはいたっていうことだけお伝えさせていただこうかなって思います。はい、本日はムカさんでした。この情報が面白いと思ったチャンネル登録、高評価、その他 SNS フォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。